こんにちは、レゴ社長です。今日紹介するおもちゃはこちら、レゴ忍者号魔境のブリザード神殿70678ピース数1218です。部品に袋が11、羽が1枚、渦巻きが1つ、めちゃんこぼやつい説明書が1冊です。シールもあります。組み立てていきます。
完成です。はい、完成しました。アイスドラゴンと敵の要塞とあとミニフィグが7体付属します。作ってみると、まあ、想像通りボリュームがすごくありますね。でドラゴンが330ピース前後ぐらいですね。こちらの建物なんですけどざっくり800ピースから900ピースぐらいの間かなと思います。ではミニフィグから見ていきます。ロイド、コール、アキタ、ブリザード、ソードマスター、ブリザードアーチャー、氷の帝王、ベックス将軍。はい、まずこちらからですね、雑魚キャラです。はい、デザインはものすごくかっこいいと思います。忍者号より普通にかっこいいですね。赤と氷をイメージしてます。後ろ、はい、後ろこんな感じですね。で、カツラ取りますね。はい、ツーフェイスになってますね。かっこいいです。次、はい、こんな感じですね。で、武器なんですけど、はい、かっこいい武器持ってますね。氷の槍を持ってます。はい、で鎧もかっこいいですね。トランスブルーのパーツをふんだんに使ってるので、まあ、かっこいいですね。腕もトランスブルーですね。で後ろこんな感じですね。はい、じゃあ次、はい、ソードマスターですね。まあ、他のキャラと違ってボディのアーマーがないです。でその代わり破れたマントがついてますね。でツーフェイスではないですね。ちょんまげが中にありますね。はい、前こんな感じですね。はい、氷の皇帝ですね。おそらくラスボスだと思います。ミニフィグのレア度はかなり高めだと思うんですけど、12月の末に忍者号の新作が出るのでこいつの変身バージョンがもしかして出るかもしれませんね。後ろ、はい、後ろもかっこいいですね。はい、白と氷ですね。はい、次、はい、ロイド、まあ普通ですよね。まあ普通かなと思います。前回紹介したロイドのデザルトバイクのミニフィグとまあほぼほぼ同じ、ほぼ一緒かもしれませんね。はい、こんな感じですね。はい、次、ロイド SF ですね。はい、本商品のエース商品って言ってもいい商品ですね。なんでエース商品かっていうと、はい、このツンツンヘアですね。まあ、これだけでレア度がめちゃめちゃ高いですね。で原作再現するためにはい杖を持たしてます。で服のデザインはまあ普通ですね。で後ろこんな感じですね。はい、でせっかくなのでマスク取ってみましょう。はい、怒ってる顔と後ろが、はい、いつも通りの笑ってる顔ですね。はい、このロイドを手に入れようと思うと現時点ではかなり高額になってしまいますね。ちょっとお金持ちじゃないと手を出しにくいです。次、本商品のぶっちぎりの S 商品で看板商品と言ってもいいですね。ミニフィグ秋田、前から見てもまあかっこいいですね。キュービかキツネか分かりませんけど、まあキュービっぽいですよね。で赤と白ですね。まあ多分女の子だと思いますね。後ろ、はい、後ろのマントもほらオリジナルデザインになってますね。まあ結構力入れてますね、レゴ社さん。マントの上が、はい、ちょっとマントどけてみた感じこういう感じですね。まあ日本っぽいですよね。日本か中国か、まあアジア系のキャラって感じですね。でウィッグ取ってみましょう。はい、ウィッグ取るとこんな感じ。ナルトみたいですね。はい、後ろ、はい、ナルトみたいですね。まあこれはめちゃめちゃいいですね。次の12月の年末の新商品にこの秋田入ってますかね。もし入ってなかったらこいつの価値めちゃめちゃ高いですね。じゃあ次、はい、続いて建物を見ていきます。はい、ピース数なんですけどざっくり数えた感じだとドラゴンだけで330ピース前後使っていましたので、こちらの建物なんですけどざっくり900ピース前後、850から900ピース前後ぐらいのものを使ってますね。だからそれなりにまあまあ大きいですよね。で建物というよりもちょっと壁に近い作りなのかなと思います。では早速見ていきましょう。はい、まず正面の先端ですね、こちらなんですけど、はい、パッケージ見た感じこういう感じでロイドの忍者号を置く感じになっていますね。で置いても特に何もないんですけど、また後で詳しく見ていきます。はい、柱が2本ありますね。でこの柱なんですけどちょっと門みたいになっててかっこいいですね。で動くかなと思うかもしれないんですけど、こちらはもう動かないですね。無理やり動かそうと思えば動きますよ、こういう感じで。ただ動かす仕様ではありませんね。次、塔を見ていきますね。はい、こちら側ですね。忍者風のお城って感じですね。でこちらの屋根なんですけど、よくあるパーツですね、旗のパーツを使ってますね。であとこの氷が下にあるんですけど、この氷なんですけど、はい、こういう感じで、まあ、ちょっと動いてくれますね。でその上を見ていきましょう。上がこんな感じですね。で旗がありますね。でこちらの旗なんですけど、ビニール製の旗で結構いい素材使ってますね。まあ高いだけあっていいもの使ってると思います。でその上なんですけど、まあ普通の屋根って感じですね。特に部屋もなく屋根って感じです。で後ろ行きましょうか。で後ろから見るとざっくりこんな感じですね。で拡大して見ていきます。
ちょっとこのトゲ邪魔なんで取りますね、一回。はい。で、まあ、樽が置いてまして、この樽の中には、はい、剣とスコップですね。はい。で、こちらの剣なんですけど、まあ、僕見たことないですね。レゴキャッスルとかにはあるんでしょうか。まあ、見たことない、珍しいですね。はい。じゃあ、建物に戻りました。で、こちらなんですけど、シールが貼ってますね。はい。シールですね。まあ、おしゃれだと思います。こっちから見るとこういう感じですね。だから、ミニフィグが、まあ、一体だけ辛うじてこういう感じで。いけるっていう感じですね。部屋っていう感じではありませんね。上、はい、上の部屋ですね。で、何をする部屋かっていうと、ここに槍があるので、はい、こんな感じで敵を置いて槍で忍者号を攻撃するっていう感じかなと思います。一応ここに取っ手がついてるので、まあ、敵の武器を収納してこの槍で攻撃するっていう感じかなと思います。で、こちらもやっぱかろうじてミニフィグが1体乗るぐらいかなっていうところですね。で、その上が、はい、まあ、屋根ですね。特に部屋はないです。まあ、ただの屋根って感じかな。で、反対側見ていきましょうか。一応こちらもシールが貼ってますね。こちらは皇帝のシールが貼ってますね。樽。はい、樽こんな感じですね。で、はい。で、なんか道具が入ってますね。何の道具でしょうか。こちらなんですけど、はい、持たしてみました。で、これアイスホッケーだと思います。はい、まあ、アイスホッケーの玉があるので、まあ、アイスホッケーで敵が要塞の中で遊ぶっていう感じですかね。こちら、すいません。僕何かわからないです。知ってる方いたらコメント欄で教えてください。じゃあ、建物戻ります。はい、さっきの塔と基本的には同じ未来になってるので、もう説明は不要かなと思います。で、上。上も一緒ですね。まあ、槍か棒眼だけの違いですね。まあ、一緒かな。まあ、一緒ですね。で、上。まあ、上も一緒ですね。じゃ次見ていきましょう。もうこれちょっと見えにくいので、今回だけ取りました。で、氷の柱があって、その奥なんですけど、その奥に皇帝の王座の椅子がありますね。で、階段になってまして、ちょっと座らせてみましょうか。まあ、こういう感じで上がっていって、はい、こんな感じで座らせる感じですね。まあ、妖精の中でどっしり構えて忍者号を迎え撃つって感じです。で、もう一度正面戻りますね。ギミックを紹介していきます。ロイドたちが攻め込んで忍者号がここを開けるって感じですよね。まあ、11月3日この動画上げてる頃には放送されてると思うので、まあ、詳しくその時にわかるかなと思います。まあ、パカパカギミック好きなんですけど、まあ、すごいですね、これ。まあ、すごく面白いなと思います。はい、次牢屋を見ていきます。じゃあ詳しく見ていきましょう。まあ、1階部分表からは開かないですね。で、まあ、かっこいいと思います。トランスブルーのなんか北極っぽいパーツですね。はい、横で、このレバー後でちょっと見ていきますね。はい、で、こういうか1階の中がこういう感じですね。で、こちらこのレバーですね。はい、開きます。はい、ロイドが捕まりました。閉めます。で、もう一回開けますね。はい、どけます。正面に戻ってきました。次こちらの上を見ていきましょうか。まあ、こういう感じですね。まあ、屋根もおしゃれだと思います。で、見た感じブリングシューターがついてますね。まあ、武器ですね。はい、こういう感じで忍者号を迎え撃つって感じですね。再現してみましょうか。攻め込んできた忍者号を、はい、武器でぶっ倒すみたいな。で、まあ、この2つでざっくり、まあ、850から900ピースぐらいですね。まあ、まあ、そこそこのボリュームだと思います。じゃあ続いてドラゴンを見ていきます。はい、アイスドラゴン、皇帝のドラゴンと思います。はい、まあ、めちゃめちゃかっこいいですね。まあ、300から330ピース前後ぐらい使ってます。はい、多分なんですけど、これ禅のドラゴンだと思うんですよ。最初敵のドラゴンだったんですけど、禅のドラゴンになるんじゃないですか。見た感じどう見てもこれ禅のドラゴンですよね。はい、じゃあ詳しく。はい、顔がこんな感じですね。まあ、これ最近のプリントパーツですね。稲妻ドラゴンとか、あのウー先生の赤いドラゴン、あとウルトラドラゴンにも使われてるこのパーツ、プリントパーツ、もう忍者号の定番ですね。はい、首なんですけどボールジョイントなんで結構動きますね。で、関節が 1,2,3,3つ動きますね。これかなりグネグネ動いてくれますね。で、口も一応動きます。はい、変幻自在ですね。はい、じゃあその下、足見ていきましょう。このドラゴン実はめちゃめちゃすごいところがあって、股関節が動くんですよ、これ。めちゃめちゃすごくないですか、これ。はい。で、足のデザインもちょっと違いますね。爪のデザインが今までのドラゴンとかっこいいですね。で、膝、まあ、膝は固定です。で、レゴ商品のロボ商品、ドラゴン商品って結構あの、解約方向に向かっていて、腰が動かないのはもちろん、もうあの、ウォーマシンバスターも肘が固定になって動かなくなってます。で、ウルトラドラゴンも股関節固定されてて、もう、レゴ製品のロボとかドラゴンってもう結構ね、解約されていってるんですけど、まあ、こちらのドラゴンはね、こう優遇されましたね。で、尻尾見ていきましょう。まあ、この尻尾なんですけど、まあ、
これはこれですごくいいですよね。まあ、ウルトラドラゴンとか持っているとちょっと、まあ、ボリュームに欠けるのかなって思うかもしれないんですけど、その代わり縦も横ももう好きなように動かせるんで、まあ、これはこれでいいと思います。で、羽が結構動きます。まあ、ボールジョイントなんで、まあ、もちろん好きな感じで動かせます。まあ、これはもう本当に自由に動くって感じですね。まあ、ボールジョイントなんで当たり前だと思いますね。はい。で、一応腕もあるんですよ。腕を再現されてますよね。で、腕というか爪というか一応腕にもなりますよね。まあいいと思います。はい、ポージング、一応さっきは恐竜風なポージングしましたけど、まあ直立に立たすこともできますね。まあロボット風のポージングもできますね。まあいいですね。はい、ウルトラドラゴンを持ってきました。サイズ比較をしていきます。まあ、こちらの方がピース数3倍ぐらい多いので、もちろんこっちの方がボリュームはあるんですけど、アイスドラゴンはなんせ羽が大きいので、羽の大きさだけならウルトラドラゴンよりも横幅は長いですね。で、持ってみた感じもやっぱりこっち軽いし、こっちは重たいって感じですね。ただこれがボリューム不足かって言われると、まあそうでもない。まあ確かに軽いことは軽いんですけど、しっかり作られていてとてもかっこいいです。まあ全然安っぽくないし、おすすめ商品ですね。ざっくり説明させていただきましたけど、やっぱりすごくボリュームがある商品でしたね。まあもうすぐサイバーマンデーが始まるので、 Amazon のサイバーマンデーで安く買えると思うので、ぜひ購入してみてください。次も忍者号を予定してます。バイバイ、ありがとう、またね。